おはようございます。赤尾です。本日は、朝の目覚めよう怖い話70、お送りいたします。では、早速。朝子はー。俺が高校3年生の時、一人の友達の親が、茨城の海沿いの地にコテージを買ったというので、その夏、友達6人とそこに遊びに行くことになった。常磐線からローカル私鉄に乗り継ぎ、駅に降り立つと、駅前の小さなスーパーで5日分の食料を買い込んだ。そして、タクシーで30分ほど走って、ようやくコテージまでたどり着いた。当時その周辺には、商店一軒もないようなところであった。コテージは10坪にも満たない大きさであったが、俺たちは開放感に包まれ、みんながはしゃいでいた。到着したのが昼をかなり過ぎていた時間にもかかわらず、早速海に出向いて楽しい時間を過ごした。二日目も朝から海に行き、夕方クタクタになって戻ってきた。コテージには電話はなかったが電気は通っており、テレビをつけてみんなでぼんやりとテレビを眺めていた。その時飛び込んできたのが、日航機123便が御巣鷹山に墜落したニュースであった。ただ、これは記憶に強く残っていたものの、この話とは関係ないのでこれ以上は割愛する。興味深くニュースを見ていた俺たちも、疲れからいつしか寝てしまい、3日目の朝が来た。その日は朝からだるく、海に出向いたのは昼過ぎであった。そして早めに切り上げて、コテージへと帰った。日が暮れると花火をしたり近くの森に忍び込んだりして遊んでいたが、時期に飽きてしまい、明日は朝から海に行こうということで、早寝をすることになった。適当に布団に寝転がり、取り留めのない話をして眠りを誘っていると、一人、H としよう。なんか音がしないか?とつぶやいた。音なんかしてねえよ。ああ、聞こえねえな。と二人が否定したが、H は聞こえると言って譲らない。そのうちもう一人、G としよう、が。聞こえる。外で音がする。と言い出した。草の上を滑るような音だ。おい、脅かすなよ。と言いながら、その他のものは耳を澄ませた。あたりを静けさが包む。聞こえるな。確かに。誰かがぽつりとつぶやいた。この時点では、俺には何も聞こえていない。ただ、かすかな風が草木を揺らす音が聞こえているだけだった。まだ、聞こえるのか?俺は誰ともなく聞いてみた。聞こえる。その時、ドアかそのあたりで叩くような鈍い音が聞こえた。全員がびくりとして上半身を起こしたのだから、みんなが聞こえたのであろう。おい、鍵、閉まってるだろうな。慌ててドアの近くに寝ていた奴が確認する。閉まってる。どことなく安堵のため息が漏れた。泥棒なのか、という疑問があった。当然、誰も似たようなことを思っていただろう。コテージの持ち主である奴、Kとしよう、が、どこからか棒切れを出してきた。ドアを叩くような鈍い音はそれっきりしない。しかし、誰にも緊張が走る。絶対、なんかが草の上張ってるぞ。H が言う。誰かが明かりをつけた。いくらかほっとした空気が流れる。おい、誰か見てこいよ。Kが言う。誰も反応しない。テレビつけようぜ。テレビの画面が明るくなり、音声が聞こえ始める。時刻は0時を回っていた。このまま寝ようという意見にみんながいやおうなく賛成し、こうこうとした部屋で布団に転がった。当時は昼夜放送はほとんど行われていなかったが、この夜は前日の飛行機事故の情報を流していて、砂嵐画面は回避できた。音に関することはこの後誰も口にせず、いつしか眠りについていた。朝になり外に出てみると、コテージの周りの草が幅1メートルぐらいにわたって広範囲に倒れていた。しかも倒れた草は白っぽく変色している。いや、変色しているというより、色が抜けたという方が正しいかと思う。予定を繰り上げて帰ろうか、という気持ちもあったが、迎えのタクシーは明日の昼に来る予定なので、実質最後の日ということもあり、結局泳ぎに行くことになった。前述の通り電話はなく、当時は携帯もなかったので、連絡を取るためには1時間近くも歩いた商店に行くしかなかったのである。その日はあいにくの雲が多めだったが、海に行くと昨晩のことなどすっかり忘れ、夕方の5時になるまで、海水浴や時折顔を覗かせる太陽で日光浴を楽しんだ。コテージに戻って、明日の朝食分を除いた食料をきれいに片付けた。そのうち日も暮れ、残っていた花火で遊んだりしていたが、みんなが相当疲れており、その日はかなり早めであるがそろそろ休もうということになった。
順番に風呂に入り布団を敷いてゴロ寝をした。もちろん電灯はつけたまま。テレビもさして興味あるような番組もやっていなかったが、つけたままにしておいた。取り留めのない話をしているうち、そろそろ眠りに落ちようかという時、突然電灯が消えた。コテージの照明は蛍光灯でなく白熱灯だったので、玉が切れてもおかしくはないが、間隔を置いて二つある電球が同時に切れたのだ。あ。同時に声が上がった。しかし、テレビは消えていないので、それほど不安は感じられなかった。スイッチを入れ直してみたが電灯はつかない。代わりの電球ないのか？ない。買っておけばよかったな。後の祭りであった。暗い部屋の中でテレビだけが光々と光っていた。なぜかみんなが無口であった。H がつぶやいた。また聞こえる。耳を澄ますと、今度は確かに聞こえた。草の上を何かが滑っているような転がっているような音が、断続的に聞こえていた。おい、テレビのボリューム上げろ。テレビの音声は大きくなったが、音はなぜかはっきりと聞こえていた。人間ではない。誰もがそう思っているに違いなかった。さらに運が悪いことに、テレビの放送時間が終わってしまった。今と違って、昼夜放送はやっていなかったのだ。テレビの画面が砂嵐となり、ザーという単一的な音に変わる。その音は余計に不気味さを感じさせ、結局無音にすることになった。外からの不可解な音は止むことなく続いていた。またしても突然鈍い音が鳴った。それも床の下から。しかも今度は一度だけではなく、不定期な感覚を持って音が鳴った。突然 H が立ち上がり、無言のままドアを開けて外に飛び出した。おい？どこへ行くんだ？やめた方がいい。口々に叫んだが、H は振り返りもせずに外へ出て行ってしまった。扉が閉まる音だけが虚しく響いた。刻々と時間は過ぎていった。H は戻ってこない。様子見に行った方がいいんじゃないか？その時音は鳴り止んでいた。かすかに風の音が聞こえるのみ。懐中電灯を持って、残った5人で外へ出た。ドアから10メートルくらい離れたところに H は座り込んでいた。近づいてみると、彼はなぜだか座り込んだまま頭を左右に小刻みに揺らしていた。二人で両脇を抱え込み、無理やり立たせてコテージに連れ戻したが、彼は何も言わずただ頭を揺らし続けていた。何があったんだ？どうしたんだよ。何を聞いても、ただ頭を揺らし続けるだけだった。気がつけば外ではまたあの音が聞こえていた。言い知れぬ恐怖がみんなを襲った。ふざけんな。K は吐き捨てるように言うと、棒切れと懐中電灯を持って外に出て行った。G と他二人が後を追った。俺ともう一人は、H のそばについてやることになった。外で K の叫び声が上がった。何事か、と思い、俺はもう一人に H の解放を任せて外に出ようとした。ドアを開けた時 G が戻ってきた。顔色はなかった。どうしたんだ？ G は答えることもなく、その場にがっくりと座り込んでしまった。俺はたまらず外へと飛び出した。数メートル行った時、俺は思わず声を上げた。小さな人間が、20〜30センチの小人数人が、出汁のようなものを引いている。草の上を小人たちが何かを引いていた。黒いもの。異様な光景。小人が何か黒いものを無言で引き、それに押しつぶされる草が不気味な音を立てていたのだ。その黒いものが無数の虫の死骸と分かった時、俺の意識は遠のいた。翌朝、俺はコテージの外壁に寄りかかって座った状態で目が覚めた。コテージの玄関のそばには G がいた。すぐそばの草むらの中に K がいた。K のそばに、K を追って出た二人が座り込んでいた。最後まで H を解放していた一人は、コテージの中にいた。しかし、H がいなかった。なんとか気を持ち直した5人は H を探そうと、コテージの周りの捜索を始めた。30分は探したであろう。しかし H は見つからなかった。仕方がないから警察に届けようと二人をコテージに残し、俺を含めた3人で電話のあるところまで歩き始めた。森のそばを通った時、何やらがさごそとした音が聞こえた。もしや、と思い入ってみるとやはり H がいた。H は一心不乱に石を積んでいた。でも、とにかく俺たちは帰ることができた。後で H に話を聞いてみると、森に入って遊んだ時、石が積んであるのを面白半分に蹴って崩してしまったそうだ。俺たちに声をかけられるまで、H は正気ではなかったという。気がついたら崩した石を積んでいたと話した。それ以上 H の口からは何も聞くことができなかった。H は今も生きてはいるが、人付き合いはほとんどしていないらしい。
以前の H とは正反対の性格になってしまっている。 H は森の封印を解いてしまったのか。おつ、面白かったよ。おつ、怖かったよ。マジ怖え。面白かったよ。初めてリアルタイムで見たんだけど、普通に読むより緊張感があるな。小人ってなんだか可愛いが、悪いやつなのかな。怖い。小人は基本的に二面性のもの。いいのもいれば、悪いのもいる。いたずら好きのもいるし、靴作りを手伝ってくれるブラウニーのような小人もいる。つまり相手を見ろってこった。人間相手と同じように。異質見直したら許してくれるってこの手のものにしては優しいな。その背丈くらいの小人なら俺も見たことあるよ。てか、会話もした。リフォーム中で夜間は無人の実家に守り神的な感じで住んでてくれてたんだって。男の子二人と女の子一人、なんとも可愛らしかったよ。じゃあこれからもお留守番よろしくね、言って気づいたら消えてた。夢だったのかもしれんがな。コテージの玄関にいた G をゴキブリに空目したのは俺だけじゃないはずだ。3年前のことです。私は妻と長男3歳と温泉宿に一泊旅行に行ったのでした。夕食前に大浴場で一風呂浴びて、妻が出てくるのを長男と宿屋のお土産コーナーで待っていた時のことです。家に火をつけるわよ、という声を聞いたのです。ふと私が声がしたあたりを見回すと、男女が二人立っていました。どうやら女の人が男の人に言ったセリフのようでした。私が聞き耳を立てると案の定、別れる別れないの血は喧嘩をしていたのです。私がやじ馬根性を出してしまって、もう少し聞きたいと耳を澄ますと、男の人が、おい、人が見てるだろう、と女の人を諭したのでした。私は恥ずかしくなって何事もなかったかのようにその場を立ち去ろうとしたのですが、一瞬女の人が鋭い目つきで私を睨みつけているのに気づきました。美人は美人なのですが、思い詰めているというか、なんというか非常に怖いと感じました。あんな鬼みたいな顔じゃ男も逃げるなぁと思いながら、その場を後にしたのです。そして何事もなく楽しい旅行を終え、次の日曜日のことです。妻が、不審な女性が家の前をうろうろしていると言います。私が外に出ると、女性はあっという間に姿を消しました。次の日曜日にもやはり女性がうろうろしています。私は裏口から回り、女性に気づかれないように遠回りして、女性の背後から、何をしてるんだと怒鳴ると、女性は驚いて振り返りました。そう、あの時の女性だったのです。今度は私が驚く番でした。私が一瞬固まってしまった間に、女性は風のように逃げていきました。私は家に入ると、妻に宿での出来事と、その時の女性がうちの玄関前をうろうろしていたことを話しました。妻も驚き、そして恐れます。なんで、うちに？うちには小さな子もいるのに？もしかして危ない人？その時はとにかく落ち着いて様子を見ようということにしました。平日も注意して家の周りを見ていたのですが、やはり次の日曜日に再び玄関前に女性が現れました。いくら危なそうな人でも、相手が女性というのもあり、また私自身が剣道の有段者でもあったので、ゴルフクラブのアイアンを手に持ち、いかにもゴルフの練習をしていたふりをして女性に声をかけました。何か用ですか？言葉とは裏腹に、厳しく質問するように言い放ちました。すると女性は、玄関越しに私を睨みつけます。その目の怖いこと怖いこと。私はマジで足が震えてしまいました。しばらく睨み合っていましたが、私がついに我慢できなくなって目をそらすと、女性はまた風のようにどこかへ逃げていきました。家に倒れ込むように逃げ込むと、窓から覗いていた妻も青い顔で出迎えます。私たちはすぐに、泊まった宿に電話して女性のことを聞いたのです。フロントの係の人は、他のお客様の情報はお教えできません、の一点張りでしたが、事情を話し、そして教えてくれないと警察に訴えると脅すと、支配人の方に代わってくれました。支配人に改めて事情を話すと、しっかりした宿なのでしょう、不審な男女の二人組のことを覚えておられました。支配人は、他のお客様の情報は教えられないが、宿の方から二人の客の方に連絡を取ってみます。と言ってくれました。安心して電話を切ったのですが、しばらくすると宿から電話がありました。
そして支配人が言うには、男女二人組の宿帳に書かれた住所も電話番号もデタラメだったというのです。次の日、会社の上司に相談すると、上司は、すぐに警察に行こう。と言います。警察が頼りになるだろうか?と私が首をかしげると、上司は、俺も一緒に行ってやる。と言いまして、勤務中だったのですが、一緒に警察署に来てくれました。生活防犯課の初老の刑事さんが真剣に私の話を聞いてくれ、また上司も、私が小さなことで大騒ぎする人間ではないと言ってくれました。刑事さんは、玄関前の道をうろうろしているだけでは事件にならないが、今度の日曜日は散歩がてら、私の家の前に来てくれると約束してくれました。次の日曜日、外に出るのも怖くて家の中で家族でじっとしていますと、電話が鳴ります。あの刑事さんからで、今玄関の前に立っている女性がその女性か?と聞きました。私がコードレスフォン片手に2階に上がり、怖かったのでこっそり見ようと思って、カーテン越しに玄関を盗み見すると、やっぱりあの女性が立っていました。私が、そうです、あの女性です、と刑事さんに言いますと、そのまま家から出ないで。と刑事さんは言って、電話を切りました。30分くらい待ったでしょうか、玄関が少し騒がしいと思って再び玄関を覗き見ると、白い乗用車に女性が押し込められているところでした。後日、あの刑事さんが詳しいことを話してくれました。女性は車で2時間以上離れたところに住んでいたのだそうです。そして毎週、仕事が休みの日曜日に、我が家を訪れていたのです。女性は妻子ある男性と不倫の関係にあり、別れ話のもつれから、その男性を殺してしまおうと考えていたようです。ところが、私がその話を盗み聞きしてしまったので、なぜか女性は、まず私を殺してしまおうと考えたのでした。どうして我が家の住所がわかったのか?なんと女性は、私たち家族が宿から出てくるのをつけていたそうなのです。帰りの電車の中で幸せそうな私たちの家族を見て、不倫関係でドロドロした自分とのギャップに、女性は私たちの家族に対して強い殺意を感じていたそうです。その後、女性の弁護士さんが見えられました。弁護士さんはやんわりと、女性は精神に問題があるので、告訴しても私たちに勝ち目はないので、見舞い金を黙って受け取り示談にしてほしい。と言います。よくしてくれた刑事さんも、職務上民事の助言はできないが独り言として、自分なら弁護士の言う通りにする。と言われたので、黙って見舞い金を受け取りました。女性は今、精神科の病気療養中です。刑事さんは、再び女性の姿を見たら、即座に警察に連絡しなさい。と言いました。誰が何と言おうと、私たちにとってシャレにならない話です。気狂いの何が怖いかって、法で裁かれないことだよな。一つだけ方法があるにはあるけど、自分の手を汚さなきゃならないからな。本当に怖いな。すぐに野放しになってしまいそうだし。単身賃貸マンション住まいとかなら越してしまえばいいけど、家持ち、家庭持ちではとても気の毒だ。救いは上司がとてもいい人だったのと、対応してくれた刑事さんも真剣に耳を傾けてくれたこと。書き手の人柄があるのかもな。完全にとばっちりだよね。気違いじゃなくても、こういう飛び火でヤバいことかます奴らは本当にどうにかしてほしい。っていうか、不倫してて最終的に一緒になれるなんて思い込んでる女がどうかしてるだけでしょ。その辺の割り切りもできないなら、不倫なんかすんじゃねえよって言いたいけどね。前に、自殺しようと電車の駅ホームに立った女が、怖くなったのかなんか知らんが、電車に飛び込むのやめて、そんなら帰ればいいものを、なぜかそばに立ってたじいさんを突き落として殺したって悲惨な事件あったな。まあ、不倫って大抵男、妻子持ちの方からモーションかけているからね。ターゲットは真面目な身持ちの固い独身女。結婚適齢期やや遅れ気味な人。そういう境遇の女は男慣れしてないからちょっと強引に口説くと簡単に落ちてしまう。誰もが不倫したくってしているわけじゃない。が、もう少し周りを見渡せる余裕が欲しいところ。周囲に迷惑かけまくって恥ずかしいったら怪しない。男も女もね。実際に危害を加えられるこういうのが一番怖いよ。理屈が通じないってのは本当に怖い。そして、自分が正しくて周りが悪い。必ず自分が被害者。基本逆恨み。こういうタイプはかなり危ない。投稿者は結果的にこれといった被害もなくてよかったよ。上司の人も警察の人も親身になってくれて羨ましいとさえ思う。周りがこういう人たちばかりなら悲惨な事件はなくなるんだろうにな。
この話は実話なんです。最初は海にまつわるのすれに書こうとも思ったのですが、ちょっと怖さの対象が違っているかなと思い、こちらに書くことにしました。もう10年前に遡りますが、ふとしたきっかけで俺は水中写真に興味を持ち、ダイビングから始めようと、とある四国のショップで講習を受け、機材も取り揃えました。同じ時期にダイビングを始めた大夫妻と知り合い、その縁で仲間も増え、楽しくダイビングライフを堪能していました。大夫妻、特にご主人の方と俺は、若い頃に同じようにやんちゃしていた時期があり、まるで兄弟のように意気投合してしまいました。何度も3人で近県の海に潜りに行き、様々な生き物を見る。そんな楽しい日々でした。そんな楽しい日々が崩壊する時がやってきました。A 夫妻という結構お金持ちのご夫婦と知り合い、瀬戸内海で一緒にボートダイビングをすることになりました。A さん、夫人の方は俺よりも10歳以上年上でしたが、小さくて上品なご夫人。ご主人は、ダイビングをしたい。という夫人のために、船舶免許を取り、ダイビング用のボートまで買ってしまったという愛妻家でした。新品のボート、小型のクルーザーと言ってもいいかもしれません。で、静かな瀬戸の小さな島々を巡り、気に入った場所があれば、そこに潜ってダイビングを楽しむ。そんな楽しい週末が半年以上続いていたのですが、俺が仕事の都合上どうしても参加できない日があったのです。その日は瀬戸内海でも一番大きな島に行き、ダイビングを楽しもうという予定でした。なんでも、潮の流れが緩やかな場所と速い場所が隣接していて、緩やかな方には大きなヒラメなどがいて、近寄っても逃げないので写真も撮りやすい。流れが速い方では、運が良ければ海流魚の群に出会えるという話。とても行きたかったのですが、どうしても休めません。仕方なく俺は大夫妻に、次に行く時のために、しっかりロケーションしておいてよ、と言いつけて、仕事に行きました。そして、その夜のことです。ダイビングに行けなかったのが非常に残念だった俺は、嫁と飲みながら軽く愚痴っていました。そこに俺の携帯電話が鳴りました。ははーん。大夫妻が今日の自慢話をしようとかけてきやがったな。嫁と顔を見合わせて、笑いながら電話に出ました。もしもし、楽しかったかい？軽い嫉妬を込めて電話に出た俺の耳に届いたのは、王の悲鳴に近い叫びでした。A 夫人が溺れて行方不明や。突然のことにびっくりしましたが、とりあえず王を落ち着かせて話を聞きました。王の話によると、A 夫人も含め5人で1回潜った後、昼食をとったそうです。午後からはみんな、流れの速い方に行ってみようよ、と話していたそうですが、いざ潜る直前に A 夫人が、私は少し疲れたから、岩場でのんびり潜るわ。みんなで楽しんできて。と言い出しました。王は、一人じゃ危ないですよ、俺が一緒に潜ります。と言ったのですが、A 夫人は、大丈夫よ、何度も来ているし、あなたは初めてなんだから楽しんできて、私に気を使わずに。と、どうしても聞かなかったそうです。ご主人も同調するので、王は仕方なく、単独なんですから、無理しないように。と言い残して、4人で潜ったそうです。4人が潜るときにボートの上からニコニコと手を振って、行ってらっしゃい、気をつけてねー。と、A 夫妻が見送ってくれた。そして、それが A 夫人を最後に見た瞬間でした。約50分後、4人が上がってきたとき、船上には A 主人一人だったそうです。王が、あれ？奥さんは？と聞くと、ご主人は、あの辺りを潜っているよ。と指さしました。しかし、水面には泡が見えません。王が、泡が見えませんよ、大丈夫ですかね？と言うと、ご主人は、空気欠って呼吸を抑えているんだろう。さっきは泡見えていたよ。と一言。ご主人が見ているんだから大丈夫だよなと、王は機材の片付けをし始めました。さっきの海の様子をお互いに言いながら、雑談交じりに機材を片付け、ビールを飲み始めたそうです。そして王が気づきました。俺たちが潜ってから、もう1時間30分は経ってるよな。王は A 主人に聞きました。奥さん、俺たちの後どれくらいして潜りに行きました？ご主人は、すぐだったよ、5分ぐらいじゃないかな。王は、いくら消費が少なくても、時間が経ちすぎてますよ。見に行きます。と、シュノーケリング、エアタンクを背負わずにシュノーケルだけで素潜りすること、の準備をして、もう一人の男性と、A 夫人が潜っていたであろう場所を探しました。しかし、どこにもいません。
海中の透明度も10メートル先を見るのがやっと。二人は岩場沿いを何度も探したそうです。一度はエアタンクを使って、とも考えましたが、すでに全部使ってしまっています。夕日が傾くまで必死に探しましたが A 夫人を見つけることができず、警察と海上保安庁に連絡をし説明した後、俺に電話をしてきたらしいです。次の日、俺は会社の上司に事情を話し、休暇をもらって A 夫人捜索に加わりました。泣き叫び。早く娘を探してー。と懇願する A 夫人の母親を見て、胸が詰まりました。不可思議なことが起きたのはその日でした。捜索に加わった友人すべてが、右足に怪我をするのです。程度はいろいろなのですが、積み上げたタンクに挟まれて捻挫するやつ。デッキで滑って金具で足を切るやつ。飛び込む時にフィン、足ひれの留め具を船の縁に引っ掛けてしまい足を折るやつ。A 夫人と仲の良かった友人すべてが、何かしら右足に怪我をしてしまいました。しかし、気にしてもいられません。俺も船に乗り込む時に足を挟まれて軽い捻挫をしていましたが、早く探してあげたいという気持ちから、必死で潜りました。他の奴らも同じ気持ちだったでしょう。何日も探し回りましたが、結局 A 夫人は見つからないままでした。俺は嫁の反対もあり、ダイビングをやめることにしました。仲の良かった友人を、大好きな海で失ったのですから、気持ちもすっかり慣れてしまいました。今でもあの時の仲間が集まれば、なぜ、みんな右足を怪我したのか?という議論になります。A 夫人が溺れた時に右足を怪我した。というやつもいれば、危険だから来るなというメッセージだろう。というやつもいますが、未だに謎です。ここまで読んで、怖くないじゃん、と思われた方も多いでしょう。ですが、俺が本当に怖いと思ったのは、ここから先の話なのです。A 夫人が行方不明になってから1ヶ月後、王夫妻は離婚しました。原因は王夫人の浮気でした。離婚後、王夫人が走ったのは A 主人の元でした。なんと、二人は A 夫人が行方不明になる以前からできていたそうです。そして、A 主人は事業が立ち行かず、かなりの負債を抱えていたそうです。そして半年後、A 主人と王夫人は倒産寸前の会社を捨て、あるだけの金を持ち、とある海外の有名ダイビングリゾートへと逃げました。そして今、そこでダイビングショップを開き、悠々自適に暮らしています。もちろん、A 夫人の保険金、当然億単位も、行方不明から何年か後に A 主人に支払われました。情けないことに、会社の負債は息子と親族に押し付け、自分は逃亡してしまったのです。上記の話は、俺が A 夫妻の息子から直接聞いたので、想像でも何でもないことを述べておきます。どうでしょう?生きている人間のエゴの方が、幽霊よりも俺は恐ろしいと感じました。それに、誰も見ていない海の上で、A 夫妻に何があっても目撃者すらいなかったのです。保険金殺人、という言葉も頭に浮かびましたが、証拠も何もありません。関係者はみんな生きていますので、場所ははっきりとは書けません。質問も勘弁してください。この言葉がよく似合う。いればいいのに。A 主人の愛情が、裏目に出た形じゃなくてよかったね。海は怖いっていうか、やっぱり最後は人が怖いって話だな。A 主人に殺されたんだろうな、とカサスファンな私はゲスパーしていたのだが、やっぱり怪しい。話の流れ的に、A 夫人の遺体は上がってないんだな。死体がないと事件にならないし、なんともしがたい。これ事故じゃないとしたら、死体をどうやって処理したんだろう?右足に何かくくりつけて海底に、とか、目の前に流れの速い場所もあるんだよね。とことん計画したんだろうな。右足を切りつけて、潮流の速い位置に投げ込む。海流よが血の匂いに寄ってく。すまない、自分で書いて、吐きそう。そして、サメもやってくる。ということかな?瀬戸内ならばサメいるよね。これ、最初は A 夫人も偽装保険金詐欺に加担していたのではないかな。かたくなに一人で泳ぎたがったのも腑に落ちない。でも、本当に殺されちゃったのかな。だから遺体も見つからない。王夫人が大受けして、A が離婚してひっつく場合もあったわけでしょ。いつ誰が殺されるかわかったもんじゃねえですな。他人に話して怖いか怖くないか正直わからないが、ここ最近体験した、少し怖くて不可解な話をさせてほしい。少し長くなるので、時間がある人は読んでほしい。俺はマッサージ、
その中でも太鼓式マッサージが好きで、疲れが溜まったりスッキリしたいと思うと、よく足を運んでいた。行ったことない人にどういったものか説明すると、指圧というよりストレッチに近いマッサージだと思ってほしい。二人一組でやるパートナーストレッチみたいなものだ。加えて特徴としては、熟年のタイ人女性が手術師であることがほとんどで、多くの場合抜きがついていることが多い。当然マッサージとしては割高ではあるが、体の疲れとともに性欲も解消できるのが肝だ。話は脱線してしまったが、その日も俺は総武線大駅近辺の太鼓式マッサージ店へ行くべく、足を向かわせていた。新宿駅にほど近い大駅は激安太鼓式店の激戦区だったりする。気分的に既存店を試すより新規店を開拓したい気持ちが強く、今まで行ったことのない、駅にほど近い雑居ビルの店舗に入ることにした。中はこの手の店舗にありがちな薄暗さと、心なしかきついお香の匂いがした。他に印象に残っているものとしたら、その手の像の多さだ。タイ人のほとんどは熱心な仏教徒で、当然太鼓式マッサージの店も宗教的な思考のある店舗が多い。ただその店は特に、詳しくはよく知らないが、仏教の神々をかたどる像が多く感じた。異国情緒というよりは少し不気味に感じるくらいに。今日は何分コースにしますか？たどたどしい日本語で会話をするタイ人女性。目はクリッとしていて、肌は自然な焦げ茶色。この手の店にしては少し若い以外、極めて普通の女の子だった。俺は女の子の若さに少し胸を高鳴らせつつ、120分のコースを選択した。タイ人女性は少し思案した後。マッサージの後、朝まで仮眠してきますか？終電を逃すことを考えてくれたのだろう。太鼓式マッサージ店では、こういったありがたい申し出も珍しくない。それだけ寛容なのだ。時間的に終電ギリギリであったし、週末で疲れも溜まってたこともあり、俺はその申し出を受けた。マッサージの内容は特に書くことがないくらい、普通なものだった。最初は健全を装い、徐々に下半身のタッチが増え、最後は手で抜いてもらう。いつもの流れだけれど、不満は残らないようなクオリティだった。これで終わりです。ゆっくり休んでいってください。タイ人女性が頭を下げ、部屋を出ていく。俺は大きく伸びをして、疲れが取れて逆に気だるくなった体で横になった。すぐにまどろんで、眠りに落ちていく。太鼓式の後の疲労感は本当に気持ちがいい。しばらくして目が覚めた。何か物音がしたわけでもなく、ふっと目が覚めた。今思うとその時間、空間、が異常だったんだと思う。お兄さん、中入っていいですか？目が起きて、すぐ部屋、正確に言うとカーテンの外から声がした。さっきの人とは違う声。抑揚がなく無機質な声目だった。ただ不思議とどこかで聞いたことあるような声でもあった。目を開けると、部屋の中はさっきまでいた部屋とは思えないほど、暗くなっている。自分が目を開けているか、閉じているかわからなくなるような暗さだ。寝ることに配慮してくれたのかな。なんで部屋に入ってくるのかいまいちよくわからなかったが、またマッサージをしてくれる分には悪い話じゃない。どうぞ。俺は心よく受け入れることにした。ありがとう。お兄さん、〇〇×？え？もう一回言ってよ。最後の方が聞き取れず、思わず聞き返してしまう。タイ語なのか、何なのか今まで聞いたことのない言葉だった。まるまる×？だからわからないって。まるまる×？いいから早くするならしてよ。何度聞いてもわかりやすく話してくれない。眠気も相まって、つい少し声を荒げてしまう。そう、そう、ありがとう。抑揚のない声が気のせいか少し笑った気がした。声を荒げてる相手に笑うって、少し不気味に感じた。でも半分寝ているような頭では、そこから突っかかる気にはなれなかった。不意に冷たい手が俺の背中に触れた。マッサージが始まるのか、とぼんやりと思い始めたら、気づいたら意識が飛んでいた。その日はそれで終わりだった。次に目が覚めたら始発が始まっている時間で、俺はいそいそと帰宅した。多少不気味に感じてはいたが、店員に夜中の話をするのもやめた。寝ぼけてただけの可能性も、その時は大いにあるように思っていたし。次にそれと会ったのは、仕事で遅く帰宅した、多分金曜日だったと思う。疲れた体を癒しに太鼓式に足を運ぼうかとも思ったが、この間の不可解な体験もあって足が向かわなかった。シャワーを浴び布団に入り、目をつむったら一瞬で眠りに落ちたのをなんとなく覚えている。夜中に目が覚めた。俺は眠りが深い方で、特に家で寝るときはほとんど朝まで起きることはない。
しかも今日はことさら疲れているわけで。だからこの時点で俺は嫌な予感がしていた。部屋は真っ暗だった。レースのカーテンからも、普段差しているような光はなく、あの時と同じ真っ暗闇だった。お兄さん、〇〇×?あの時と同じ声がした。玄関の方からだ。〇〇×?この間と同じ単語を、男とも女とも取れる無機質な言葉で投げかけてくる。〇〇×?今日は自宅にいるはずだった。疲れてまっすぐ帰ったのも覚えている。なのになんでそれがいるのか。わけがわからず、わけがわからないだけにめちゃくちゃ怖くなってくる。お兄さん。心なしか声が近づいている気がする。あの声に答えたらどうなるのか。この間のように朝を迎えられるのか。それとも。正直どうなるか全く想像がつかない。そうだ、スマホ。俺は手探りでスマホを探す。自宅で寝ている時、大抵は枕元にあるはずで。おし。スマホを見つけ、俺は強く握りしめる。外部への連絡、ライトによる暗闇の打破。急に心強くなってくる。〇〇×?さらに声との距離は近くなる。もはや一刻の猶予もないだろう。だが、あれが玄関の方向にいる限り、正面突破はできない。だったら、窓から外に出るほかなかった。スマホの明かりをつけ、俺は鍵を開けるため背後の窓を照らす。そこで俺は信じられないものを見ちまった。一瞬だったから今でも見間違いと思いたい。焦る俺の背後には、口が裂けるほどに満面の笑みを浮かべた俺が、真っ暗な窓に映っていた。その後のことはぼんやりとしか覚えていない。めちゃくちゃ走って、近所のイートインのあるコンビニに転がり込んで、夜明かした。寝てしまったら、またあいつに会ってしまうような気がして、うとうとすることもできなかった。すぐに引っ越すわけにもいかず、今は人気の多い満喫や温浴施設で夜を過ごすようにしている。不便はしているが、今のところ再度あいつに出くわすことにはなっていない。ただ昨日非通知の電話があったんだ。その電話は一言だけの非常に短いものだった。〇〇×?それでようやく気がついた。ずっと聞いてたあの声はありえないことに俺の声だった。でも、あいつは断じて俺ではなく、得体の知れない何かなんだ。と、なんだか正体わからず、今に至る。お祓いとかそういうのにはあまり詳しくないけど、そろそろ色々と限界なので何とかしようとは思っています。今まで怖くて誰にも話せませんでしたが、ようやく踏ん切りがついたので話そうと思います。これは私の実体験です。小学5年生の冬のこと。私は当時、生徒会の副会長を務めていました。しかし所詮は小学生の生徒会。言ってみれば先生の雑用係のようなものです。その日は雨が降っていました。じゃんけんに負けた私は、一人生徒会室で雑用をしていました。単調な作業にうんざりしながら、気がつくと時刻は午後6時。生徒会担当の先生が教室に入ってきて、もう遅いから今日はこの辺で帰るようにと言われました。雑用から解放されていざ帰ろうとすると、季節柄かあたりはもう真っ暗です。おまけに朝から雨が降っていて、寒いこと寒いこと。早く帰ろうと、足早に家路を目指しました。学校から家までは一直線でおよそ1キロほど。そのちょうど真ん中あたりには大きな公園があって、その敷地内に小さな神社があります。神社には社務所もありますが、不思議と人の姿を見たことはありません。また、公園も広いのに、なぜだかうちの小学校の子供はこの公園では遊びませんでした。特に因縁話とか、奇妙な事件とかがあったわけではありません。でもなぜか遊ばないのです。帰りがけにその神社を見て、私はふと敷地内に足を踏み入れました。なぜかはよく覚えていません。ただ、なんとなく肝試しのようで少し興奮していました。神社は薄暗くて、薄気味悪い雰囲気に包まれていました。私は神社をぐるっと一周して帰ろうと思い、裏手に回りました。すると、角を曲がってすぐそこに、人が立っていたんです。黒っぽいコートを着て、傘もささずにその人は立っていました。薄暗かったので顔はよく見えませんでした。びっくりして立ち止まると、その男の足元に、猫が内臓のようなものをぶちまけて横たわっていたんです。状況がよく理解できずボケっとしていると、その人が、話すな。って低い声で言ったんです。その声で男の人だとわかったんですが、瞬間怖くなって逃げ出しました。
家に帰ってもまだ怖くて、母親に今の出来事を話そうと思ったんですが、話すことさえ恐ろしくて、結局誰にも言いませんでした。それからしばらくはとにかく怖くて、その神社には近寄りもしませんでした。ちょっと時間が流れて、今度は高校1年生の夏の時の話です。当時、私はある部活に入っていましたが、その部活というのが、高校生の分際で年2回ほど盛大な飲み会をする部活でした。まあ私も生真面目とは程遠い人間でしたので、それに喜んで参加しました。一次会を終えて、家に帰るもの、オールナイトで遊ぶものと、別れることになりました。私はオールナイトに参加したかったんですが、親が口うるさいので仕方なしに家に帰ることにしました。電車に乗って地元の駅に着くと、自転車置き場まで歩きました。時刻は確か午後9時を回ったあたりでした。ふらふらしながら、自分の自転車を見つけて帰ろうとすると、前方からスーツ姿のおじさんらしき人が、千鳥足で歩いてきました。背中に誰かを背負っているようで、この人たちも酔っ払いなんだろうなと思いました。でも、よく見ると奇妙なんです。普通人を連れて歩くとき、肩を貸すとかおんぶするとかですよね。なのにその人は何もせず、後ろの人がただ首にぶら下がっているだけのようでした。変だとは思いつつも、自分も酔っ払っていたので気にせず帰ろうと思い、その二人組の横を通り過ぎようとしたんです。そうしたら、またそこで、話すな。って、あの声が聞こえたんです。それまでずっと昔のことは忘れていたのに、その一言で全部思い出してしまいました。直感的に、その声があの時の男の人の声だとわかりました。あとはもう怖くて仕方がなかったので、振り向きもせずに自転車を走らせて家に帰りました。次の日、昼頃目が覚めてやや遅い朝食をとっていると、母親が私にこう告げました。あんたがいつも自転車置いてる、駐輪所があるでしょう？昨日の夜、そこで男の人が死んでたらしいわよ。あんた何か見なかったの？私は何も見なかったと母親に告げると、部屋にこもって震えてしまいました。死んだ男が果たして昨日見た男だったのか、知りたいとも思いませんでした。その後冷静になると、もしあの日、自転車置き場で自分を目撃した人がいたら、警察が事情聴取に来るかもと思い、別の意味で怖かったのですが、幸いなことに警察は来ませんでした。男の死も事件性はないものとして扱われたのではないかと、今では思っています。そしてさらにもう一度、この謎の男に遭遇することがありました。大学3年生の秋頃、私の通っていた大学は非常に遠くて、片道3時間ほどかかっていました。普通なら、大学の近くにアパートを借りたり下宿したりするんですが、家庭の事情というやつで、私は往復6時間を通っていました。その日は、大学の近くに住んでいる友達の家に泊まる予定だったんですが、夜の9時に近くなった頃に、友達に父親から電話がかかってきました。どうもお母さんが突然倒れたとのこと。友人はすぐさま実家に帰ることとなり、私もまだ電車の時間があったので家に帰ることにしました。3時間ほど電車に揺られて、日付が変わろうという頃に地元の駅に到着。改札を出ると、そこに人だかりがあるんです。好奇心に駆られてその人だかりを覗くと、若い女の子が路上に倒れていて、友達らしき女の子が大騒ぎをしているのが見えました。酔っ払って急性アル中にでもなったんだろうと、興味をそがれてその場を後にしようとしたんですが、その時見てしまったんです。倒れている女の子を見ているヤジ馬の中に、黒いコートを着た男の姿を、はっきりと顔を見たのは初めてです。でも、その時なぜだかわかりませんが、その男が過去2回遭遇したあの不気味な男なのだと理解してしまいました。年齢はおそらく30後半から40ちょっと。目が異様に落ちくぼんでいて、頬は痩せこけていました。髪はボサボサで自分で刈ったような感じ。倒れている女の子を見ていたそいつは、薄笑いを浮かべているんです。もうとにかく気分が悪くなって、逃げるようにその場を後にしました。その時、やっぱり聞こえてきたんです。ヤジ馬のざわめきや車の走る音、大騒ぎしている女の子の声とかで、あたりはかなり騒々しかったはずなのに、過去2回聞いた声とそっくり変わらない口調で、話せ。で、速攻でその場を逃げ出しました。20歳を超えたのに、みっともなく布団にくるまって、ガタガタと震えたのを覚えています。それ以来10年ほど経ちますが、今のところその男には遭遇したことはありません。しかし、今でも気になることがあります。男は一体何だったのか。
男の言った話すなとは何だったのか。話すななのか、それとも話すななのか。そして、三度目はなぜ話せだったのか。いくら理解しようとしても全然わかりません。じわじわ来る。そんな危ない奴が今でも野放しってのが怖いな。話すな、話すな、だろうけど、話せって通報しろってことなのかな？いや、これどう見たって人ではないやろう。他の人間には見えてないと思う。状況と雰囲気から死神やろう。目は絶対合わせてはいけない。怖いわ。話して、この出来事を広めろ。聞いた者のところに行って、同じ目に合わせてやろう。とかだったりしてな。一回目、猫、と二回目、おっさん、は多分殺された。話すな。三回目、急性アルチュは、自殺みたいなもん。話せ。もしくは、一回目と二回目は死んだけど三回目は死ななかった。とかかな？お前はまだ死ぬ時じゃないから命を手放すな、という意味で過去二回話すなだったのでは？つまり話せと言われたということは、そろそろ式？カクテルパーティー効果ってやつか。どんなに騒がしい場所にいても誰かが言った自分の名前ははっきり聞こえるってやつ。死神免許制度。一回目、仮免試験中。二回目、路上教習中。三回目、卒業試験終了。で、晴れて一人前の死神になれたので、みんなに話してもいいってことだったりして。話すな、事故。話せ、事件。ってことだったんじゃなかろうか。話すな、だと思うけど。コートの男を死神、死を司る者として、他殺、事故、自然死を迎えた人には、私を話すな、導いてやる。三人目が自殺だったとして、自ら死を選んだ人には、私を話せ、関係ない、と解釈してみる。話すなと言われたのに結局話してしまった、死んだ。話せと言われて、話した、多分女子大生は助かっている。話すな、でしょ。はじめは母親に怖くて話せず、二回目は母親に聞かれたけど何も知らないことにしてるけど、最後は話せと言われてこのスレに書き込んでる。操られてるね。子供の頃、おじがよく話してくれたことです。僕の家は昔から東京にあったのですが、戦時中、本土空爆が始まる頃に、祖母と当時小学生のおじの二人で、田舎の親類を頼って疎開したそうです。まだ僕の父も生まれていない頃でした。戦争が終わっても東京はかなり治安が悪かったそうで、すぐには呼び戻されなかったそうです。その頃疎開先では、色々と不思議なことが起こったそうです。そこだけではなく、日本中がそうだったのかもしれません。時代の変わり目には奇怪な噂が立つと聞いたことがあります。おじたちの疎開先は小さな村落だったそうですが、村外れの御神木の幹にある日、突然大きな口のようなウロができていたり、五尺もあるようなお化け声が現れたり。真夜中に誰もいないにもかかわらず、あぜ道を提灯の明かりが行列をなして通り過ぎていったのを、多くの人が目撃したこともあったそうです。今では考えられませんが、コリの類が化かすということも、真剣に信じられていました。そんな時、おじはツンボゆすりに出くわしたのだと言います。村の外れに深い森があり、そこは雨の森と呼ばれていました。森の中で雨にあっても、森を出れば空は晴れているという、不思議な体験を多くの人がしていました。おじはその森の奥に打ち捨てられた集落を見つけて、仲間たちと秘密の隠れ家にしていました。四五個の小さな家が寄り集まっている場所で、親たちには当然内緒でした。チャンバラをしたりかくれんぼをしたりしていましたが、ある時、仲間の一人が見つからなくなり、夕闇も迫ってきたので焦っていました。日が落ちてから雨の森を抜けるのは、独特の怖さがあったそうです。必死で、おい、出てこい。と探し回っていると、誰かが泣きべそをかき始めました。おじは、誰じゃ、泣くなあホタレ。と怒鳴ったが、次第に異変に気づきました。仲間の誰かが泣き出したのだと思っていたら、見回すと全員怪訝な顔をしている。そして、どこからともなく聞こえてくる泣き声が次第に大きくなり、それが赤ん坊の泣き声だとはっきりわかるようになった。ほら、ほら、ほら、ほら。火のついたような激しい泣き方で、まるで何かの危機を訴えているような錯覚を覚えた。その異様に驚いて、いたずらで隠れていた仲間も納屋から飛び出してきた。そして暮れていく夕闇の中で、一つの家の間口あたりに、
人影らしきものがうっすらと見え始めた。子供をおぶってあやしているようなシルエットだったが、どんなに目を凝らしても影にしか見えない。人と闇の境界にいるような存在だ。と、おじは思ったという。日が沈みかけて、ここが良い闇に覆われた時、あの影が蜃気楼のようなものから、もっと別のものに変わりそうな気がして鳥肌が立ち、おじは仲間を連れて一目散に逃げ出した。この話を大人に聞いてもらいたかったが、家の者には内緒にしたかった。近所に吉野さんという気のいいおじさんがいて、話しやすい人だったので、ある時その話をしてみた。すると、そいつは、ズンボゆすりかいな。という。ばあ様に聞いた話じゃが、あの辺りでは昔よく幼子が死んだそうな。ズンボの母親が子供をおぶうて、おぶえ紐がずれてるのに気づかずにあやす。普通は子供の泣き方が異常なのに気づくけんど、ズンボやからわからん。それでめちゃめちゃに揺すったあげく、子供が死んでしまうんよ。おじは寒気がしたという。かわいそうに。せっかく授かった子供を自分で殺してしまうとは、無念じゃろう。それで、今でも子供をあやして、さまよい歩いてるんじゃなかろうか。それがツンボゆすりか。とおじがつぶやくと。鬼ゆすりとも言うな。鬼ゆすり？なんでそう言うかは知らんが。まあ、そうしたことがよくあった場所らしい。おじはなんとなく。あそこはそうした人たちが住んだ集落なのだろう。と思った。ほとぼりが冷めた頃、おじは仲間と連れ立ってまたあの集落にやってきた。一軒一軒回って念仏を唱え、落眼を土間に備えて親子の霊を慰めた。そして、また以前のように遊び回ってから、夕暮れ前に帰ろうとした時異変が起きた。森に入ってから雨が降り出したのだ。さっきまで完全に晴れていて、綺麗な夕焼けが見えていたのに。おじたちは雨の降る森を駆け抜けようとした。しかし、どうしてそうなったのかわからないが、方角がわからなくなったのだという。一人はこっちだといい、一人はあっちだという。それでもリーダー格だったおじが、帰り道はこっちだ、間違いない。と言って先導しようとしたとき、その指差す方角から、かすかに赤ん坊の泣き声が聞こえてきた。一人が青くなって、あっちは元来た方だ。とわめいた。頭上を覆う木の枝葉から雨がボタボタと落ちてくる中で、おじたちは立ち尽くした。仲間はみんな耳を塞いで、泣き声の方角から後ずさり始めた。違う違う。騙されるな。帰り道はこっちなんだ。間違いない。逆にそっちにはあの集落があるぞ。おじは必死に叫んだ。そうしている間にも、泣き声は不快な響きをあたりに漂わせていた。おじは一人を殴りつけて、無理やり引っ張った。耳を塞いでろ。いいから俺の後についてこい。そうしておじたちは、泣き声のする方へ歩いていった。やがて木立が切れて森を抜けたとき、そこはいつもの村外れだった。みんな我を忘れて、それぞれの家に走って帰ったという。僕はその話を聞いて、おじに、雨は？やっぱり降ってなかったんですか？と聞いたが、おじは首をかしげて。それがどうしても思い出せんのよ。と言った。これにはさらに後日談がある。おじが家に泣きながら帰ってきたとき、何があったのか聞かれてこっぴどく怒られたらしい。当然もうあの森に入ってはいけないと、きつく戒められたそうだ。そしてしばらく経って、おじはその家の当主でもあったとじの部屋に呼ばれた。とじはおじを座らせていった。ツンボゆすりとは、そうしたものではない。このとじは僕にも遠縁になるはずだが、すごく威厳のある人だったという。一体誰に吹き込まれたか知らぬが。と人睨みしてから、とじは語り始めた。この村は昔、どこでもあったことだが、生まれたばかりの子供を口べらしのために殺すことがあった。貧しい時代のやむを得ない刑だ。本来はお産の後、すぐに布で首を絞めるなりして殺し、生まれなかったことにするのだが、おぶるくらいに大きくなってから殺さなければならなくなった時には、世間というものがある。そこで、母親はツンボが誤って赤子をゆすり殺してしまうように、わざとそういう怪し方をして殺すのだ。事故であると、そういう建前で。業の深い風習である。それゆえに鬼ゆすりとも呼ばれ忌避されるのだ。お主、弔いの真似事をしたそうだが、その時母親に情を移しておったろう。おじは思わずうなずいた。あの辺りに昔あった集落は、どれも貧しい家だった。取り立てあそこでは、鬼ゆすりが行われたはず。いいか、浮かばれぬのは母親ではなく、殺された赤子の方じゃ。助けを求めて泣き叫び、
それも叶わずに死んだ赤子の怨念が、泣き声が、呪詛となって母親の魂を捕らえ、この世に迷わせて離さぬのだ。おじはそれを聞いて宗家だったという。やはりあの時森の中で聞いた声は、おじたちを誘っていたのだ。母親の成仏を願ったから。あのまま元来た道を行っていたら、取り殺されていたのかもしれない。とじは静かに言った。鬼ゆすりのことを伝え継ぐのは、わしら女の役割じゃ。産むことも殺すこともせぬ男は、ぐっと口を閉ざし、見ざる言わざる聞かざるで過ごすものだ。おじは恐れ入って、もうこのことは一切忘れるととじに誓ったそうだ。時代が大きく変わるとき、廃れていく言い伝えや風習が、最後の一灯を灯すように懐をなすのだ。と、おじはいつもそう締めくくった。女の役目、か。重い言葉だね。望まない妊娠が分かった時の自分の心境を思い出した。本当、ああいう時男が何を言おうと思うと、女の苦悩や責任に対して何ら意味をなさないものだなと思った。それにしてもこの報告者、文書が無駄にうまいな。そう、なんかすごく文才があるね。なんともやるせない、悲しい話だ。赤貧の暮らしの中では小さい命や弱い者の命が簡単に消されてしまう。この意見なんか無視、全体の意思に逆らえば抹殺される。どんな小さな命も弱者も、平等に守られ大事にされるのが本当に豊かな世界と言えるんだろう。不幸な生まれをしてすぐ死んだ、間引かれた子供たちには、速攻極楽へショートカットの道があっていいのにな。丹波哲郎さんは、子供には罪がないからすぐ生まれ変わるよって言ってたけど。子供の頃、おじがよく話してくれたことです。最初。おじは恐れ入って、もうこのことは一切忘れるととじに誓ったそうだ。最後、誓い破りまくってるね。一切忘れる。話さないとは言っていない。俺は元水泳部だ。だけど、今は水が怖くて幼児用のプールにも入れない。その原因となった話をしようと思う。数年前の冬、友人の S 宅に呼び出されたのは夜10時も回った時だ。翌日は休みだったし予定もなかったから、呼び出しに応じる。女癖が悪くていざこざに巻き込まれること数回。事故中だから友人も少ない。今回も振り回されるのを覚悟だった。部屋に着くなり、S が服を投げてよこした。夜釣りに行くのだという。軽装だったから、確かにこのままで行ったら寒い思いをするだろう。コートだけでいいと言ったのだけれど、汚れると言われて一式借りることにした。事故中な S にしては気が利く。俺と S は体型がよく似ているから、借りた服はぴったりだ。S の服を着て帽子までかぶると、鏡に映る自分が S そっくりで不思議な気分がした。行き先は車で30分ほどの沼。釣りは詳しくないからどこで何が釣れるという知識は全くない。言われるままに餌をつけて糸を垂らした。月明かりで、水面に浮かぶ浮きが揺れるのを、ぼーっと眺める。釣りは誘われればする程度だし、暗いし、会話もないし、暇だ。それにしても、こんな時間に俺を釣りに誘うなんて S もよほど暇だったのだろう。ふと思い出して S に尋ねた。そういえば、彼女は？翌日が休みともなれば、大概は彼女と一緒にいたはずだ。特に今付き合っている女はべったりするのが好きだとのろけられていたし。ああ、そのことなんだけどさ。不意に真面目な顔をして S が俺を見た。幽霊、信じるか？俺の問いを無視した問いで返されたけど、S との会話ではよくあることだ。ぶっちゃけ俺は幽霊だの妖怪だの信じないたちだった。そう答えると S は笑った。だからお前を呼んだんだよ。そう言って、S は俺が嫌いな、苦手という意味ではない、類の話をしだした。あの女な、自殺したんだよ。一緒に海を見に行って、そこで喧嘩して、ヒステリー起こしてさ。俺、頭に来て女を置いて一人で帰ってきたんだ。家に着くなり警察から電話。女が俺の連絡先を変えた衣装を残して海に飛び込んだんだと。近くにいた釣り人が見ていて、すぐに連絡してきた。死んでた。遺体は一週間前に上がったそうだよ。10日くらいは水に浸かってたみたいだな。それからだよ。風呂にお湯張れば、風呂の中に女の顔。川を見ればこっちを見てる。しまいにゃ、味噌汁やコーヒーの中からも出てくる始末だ。どうやら水が溜まってるところに出てくるみたいだ。俺は大笑いした。どうやら、事故中なこの男にも罪の意識は人並みにあるらしい。
だって幽霊が本当にいるなら死んだ直後から出るんじゃないか。そう言うと S も笑った。じゃあ、お前怖くないよな。実はそこに今もいるんだ。そこ、と指差したのは S から少し離れた水際だった。もちろん俺は怖くない。ここか？立ち上がって、その場所に立った。S も立ち上がって隠れるように俺の背後に立った。なんだよ、怖いのかよ。普段からは考えられない怯えようがおかしかった。あの女、目が悪かったんだ。コンタクトなしじゃろくに見えないくらい。S がボソボソと俺の耳元でつぶやく。ドン、と背中を押されて俺は沼に落ちた。落ちたと言っても、岸と沼の高低差は30センチもない。加えて、沼は浅くて尻餅をついた俺のへそまでしか水はない。ふざけんなよ。立ち上がって岸に上がろうとした時、何かに足が絡まった。もかごみかと振りほどこうとしたけれど、足が上がらない。S は引きつった笑いを顔に貼り付けていた。悪いな。足に絡まったものはすねを這い上がってきた。目をやると、ブクブクに膨れた手が月明かりに照らされて異様にはっきりと見えた。本当にテンパった状態だと悲鳴も出ない。手が伸びてももう這い上がり、腰に届いた時に自ら頭が覗いた。生前の彼女を見たことがあったけれど、面影は何一つ残っていない。腰に抱きついて俺を水の中に引きずり込もうとする。助けを求めようと岸を見ると、S の姿はなかった。エンジンの音が遠ざかっていった。女は完全に俺に覆いかぶさった。死ぬ。殺される。そう思った時、不意に体が軽くなった。耳元で声が聞こえた。また置いていくのね。息がかかるくらい近いけれど、空気は動かない。連れてって。生臭い匂いがした。体中が氷漬けになったように冷たい。沼から這い上がって、どこをどう歩いたのか記憶にない。気がつくと、自宅の玄関で子供みたいに泣いていた。沼の水を吸った衣類を脱ぎ捨ててゴミ袋に詰め、シャワーを浴びる。どんなに熱いお湯をかけても、背中が冷たい。布団にくるまっても寒くて寒くて、我慢できずに元凶の S 宅へ車を飛ばした。S も普通の状態じゃなかったのだろう。鍵が開いていた。扉を開けた瞬間、背中から何かが抜けたような気がした。おい、S。ふらりと奥から出てきた S は、俺を見るなり真っ青になって震え出した。ぶん殴ってやろうと手を伸ばして、S の視線が俺の後ろにあることに気がつく。お前、水、ないのに。背後から生臭い匂いがした。ここに一秒でもいたくない。いてはいけない。目をつむって S を突き飛ばし、つまずきながら部屋を飛び出した。翌日、友人数人を誘って S 宅に向かった。死んでいたら最後に会った俺が疑われるだろう。妙に現実的なことを考えながら友人たちに先を譲る。やはり鍵は開いていた。先に入った奴が呼びかけているが返事はないようだ。上がるぞ。と声をかけて上がり込んでもまだ俺は部屋の外にいた。S、おい S？ 慌てた声に、やはり、とため息が出た。自業自得とはいえ、最後まで面倒に巻き込まれてしまった。おい、なんだよこいつ、どうしちゃったんだよ。おい、俺がわかるか？様子がおかしい。どうも死体を見つけた雰囲気ではない。覚悟を決めて部屋に入ると、友人たちに囲まれてヘラヘラと笑い続ける S がいた。目の焦点が合っていない。頭からぐっしょりと水をかぶったように濡れている。しっかりしろ、S。ひひ。と壊れた S は笑い続けるばかりだった。呆然と立ち尽くす俺の背後に、また生臭い匂いの気配が立った。ありがとうね。俺は、この一件以来、海にも沼にもプールにも近づけなくなってしまった。某恐怖体験ホームページで投稿した話があるのですが、前編として話の前半部分を書いた後に、後編を書こうと思ってた。恐怖体験の中の霊障が、他人伝いに聞いただけの人にこの霊障が映ったという事実があって、後編の投稿は控えさせていただきました。今となっては、この伝染的霊障がどうなったのかわからないのですが、果たしてネット情報で伝染するのか試してみたいな、と。とりあえず前編だけ載せますので、皆さんのご意見を伺わせてください。以下はそのホームページに投稿した内容です。入れて欲しがる女という題名で。前編で書く内容は、友人が体験したことです。
本当はある出来事があり、それについて問いただしたところ、この友人の恐怖体験を聞かされたのですが、この話を先に書かせてもらいます。ある出来事の方は、後編にて書きますね。友人は最近仕事が忙しく、自宅に帰るのは2時から3時になっていたそうです。この自宅というのは、8階建てのマンションで7階にある部屋です。いつものように帰りが2時を過ぎていて、疲れ切ってマンションにたどり着き、エレベーターで部屋まで行ってとっとと寝ようと思っていたそうです。エレベーターに乗り込み7階のボタンを押します。この時間だと利用する人もほとんどいなく直通なのですが、2階で止まって扉が開きました。でも、待ってる人はいなかったそうです。それで、おかしいなぁ、と思ったそうなのですが、何やら廊下の奥の方から誰かが走ってくる足音が聞こえます。あ、誰か乗るのかな?と思ったのですが、開くのボタンを押すより早く扉が閉まってしまいました。ま、いっか、とその場は何も気にしなかったのですが、3階でまたエレベーターが止まり扉が開きました。おかしいなぁ、とただ不可解に思った直後、身が凍る思いをしたそうです。またもや廊下の奥の方から走る足音が聞こえてくるのです。それも、どうやらこっちに向かって走ってきている様子。鳥肌がゾワワッと立ち、慌てて閉じるボタンを押したそうです。心臓がドキドキしながらも、もしかして次の階も止まるのでは、と直感的に思ったそうです。直感は当たり、4階でも止まり扉が開こうとします。扉が開く前から閉じるボタンを連打したのですが、やはりある程度開いてしまいます。その開いた時に、エレベーターの中からは見えない位置だったのですが、もうエレベーターの近くまでその走る足音が聞こえてきてたそうです。それと、苦しそうで、くぐもってはいるが女らしき声で、ゆめでーと聞こえたそうです。もう半ば気絶しかかりそうになりながらも、5階でも止まると確信して閉じるボタンの連打。それで、また5階で扉が開いてしまったわけなのですが、ちょっとだけ開いてしまう瞬間、廊下からエレベーターホールに走り込んできた人が見えたそうです。友人はもう恐怖で泣き叫びながら閉じるボタンを連打してたのですが、ついに6階でまた止まり、扉が開いた瞬間、2メートル近くの目の前に、目をカッと見開いたバサバサの長い髪をした人がこっちに向かって走ってきてて、先ほど言っていたと思われる。めでーの部分を、その人が喋っているのを聞いたとこで、気絶でもしてしまったのか、記憶が途切れているそうです。気がつくと自宅のベッドの中にいたそうです。夢だったのかとも思ったそうですが、どう考えてもそれはないと本人は言い張っています。と、ここまでが友人の恐怖体験なのですが、いまいち信じられない話ですよね。私本人も、あの出来事がなかったら嘘かと思ったことでしょう。あ、でもこの話をあの出来事の前に聞いていたとしたら、もっと怖い思いをしていたのかもしれません。以上が前編で投稿した内容なのですが、この話の当該者と私を含めて4人の人が、この女性と思われる霊に怖い思いをさせられました。この全ての話を聞いた人で、たった2人ですが霊障が伝染しました。内容的には疲れるという話なのですが、全ての話をしたらどうなるんだろうかなと。では、続きを書きます。一応、命には別状ないみたいだし。入れて欲しがる女。後編。前編の出来事があって、一週間後くらいのことだったみたいなのですが、前編の当該者、A とします、と私と女性2名、男性2名の計5名で飲み会をしました。深夜1時くらいにすでに結構出来上がってたのですが、A の家に行って朝まで飲み明かそうということになりました。で、A の家で飲んでたんですが、深夜3時くらいだと思いましたが、A が、眠いから寝る。と言い、勝手に寝室に引っ込んじゃいました。で、私たちはそのまま飽きることなく飲んでたんですが、A が寝てから30分くらいかな?突然 A が寝室から飛び出してきて、一人の女の子に飛びかかってきました。女の子を B とします。A が B を押し倒し、キスを強要するという形になったのですが、みんな面白がって、やれー、やっちゃえ。とか言ったり、B も、じゃあ、やめて、あはは。とふざけていました。で、あまりにも A が本気っぽかったので、マジか。とか言ってると、A に異変が、なんて言っていいのか、A の顔から別の顔が飛び出してきたんです。霊とか見たことなかったのですが、よく透明とか言うけど、ちゃんと肉感がある顔でした。当然びっくりして、みんな、じゃあ、とか言って固まりました。後から B に聞いてみたところ、目が血走ってて気持ち悪い笑いを浮かべていたそうです。D、
て、A からニュルンという感じで出てきた顔が B にぶつかりそうなところで、B が、キャーと A を蹴飛ばしました。A は蹴っ飛ばされて倒れたのですが、さっきの顔はなくなっていて、何が何やらでみんな動けないでいました。A は仰向けで倒れたのですが、いびきをかいて寝ているんです。蹴飛ばされてから寝たのか、初めから寝ていたのか。みんな A に近寄ろうともせず、黙って凝視していたのですが、なんか目がプルプルしてるんです。それで、目がゆっくりと開かれてきて、いびきと何か言葉が聞こえてくるんです。よく聞き取れなかったのですが、目が怖くてそれどころじゃなかったです。何せ、寝ながら完璧に開かれた目で私たちを凝視してたから。それと、なんかの声も大きくなってきていて、完璧に聞き取れてきました。明らかに A の声ではない声で。夢でー、夢でー。と、くぐもってはいましたが言っていました。さらに体もプルプルしてきたので、みんなやばいと思ったんでしょうね。もう一人の女の子が、近くにあった灰皿、ガラス製、を思いっきり A に向けて投げつけました。今思ってみると A には悪いですが、よくやったって感じです。この間どのくらいの時間が経過してたかわかりません。胸にゴスッと当たったのですが、スーッと目が閉じられ、声もパタッとやみ、A が、と言いながら寝返りをしました。それでみんなハッとしたのか、もう一人の男が、寝室へ放り込もう。と言い出し、俺と一緒に、かなり近寄りたくなかったですが、寝室へ移動させようと、頭と足をそれぞれ持ちました。A は寝ていたのですが、かすかに、揺れてー、と聞こえていたことを思い出します。口ではなく頭のどこかからか聞こえていました。それで、迅速な行動で A を寝室にぶん投げ、戸を閉め、大型のテレビで戸を塞ぎました。こんなものでどうにかなると思ったのか。バカですね。とりあえずホッとはしていたと思うのですが、みんな一言も喋らず動きませんでした。ここで部屋を出て逃げればよかったのですが、バカですね。その後、15分くらいでしょうか？ドアを、と叩く音でみんなびっくり、とさらに叩き、ノブを、としたりしてたのですが、たかが大型テレビなのに、開けれないでいました。その間、みんな恐怖で動けず、戸を押さえようとする人はいませんでした。で、音がやみ、開けようとするのを止めたようでしたが、すぐにさらに怖い思いをしました。ドアから顔がにょるっと出てきたんです。髪が長くてボサボサの女の人らしい顔でした。で、満面の笑みで私たちを睨み、首が伸びたように顔だけ出てきました。みんな、キャーと叫んで失禁しそうになったことを思い出します。で、すぐにその顔がふっと消え、寝室から。どうした？あら？開かないぞ？と A の声が聞こえてきました。その後、起きたことを A に話し、前編のことを白状させたのですが、一応簡単だけど終わりです。なんか、嘘くさい安っぽい映画みたいな内容になっちゃいました。でも、当該者の私としてはかなり怖かったです。それで、本題の伝線の話なのですが、これで終わったわけじゃなかったんです。B が友達に話し、その友達が電話で男友達に話したそうなのですが、その男友達は同性相手がいて、一緒に寝てたとこ、同性相手の女の子が呼びかけられているようで、はっと眠りから覚めて目を開いたら、あっちを向いて寝ている彼氏の顔から、女の人の顔が飛び出してて大騒ぎをしたと聞きました。その口述談が本当か嘘かよくわからないのですが、もう一件知り合い伝いで似たような話を聞いています。A はというと、いわゆるお祓いにも行かず普通に生活してますが、どうやら、新しい彼女ができても何もないようなので、私の憶測では伝染した、移動したが適切か、ものと思います。以上で知っていることは全て話しました。体験した仲間内では、他言しないことにしていたのですが、彼女がいないと影響ないんですね。よかったよかった。よかった。ガラス製の灰皿は、投げちゃいかんでしょ。タイトルが意味深。貞子みたいな女の話かと思った。入れてって言うからてっきり。お家に入れてっていう典型的なパターンだと思っていたのに、エレベーターにダッシュなのか。くそー、入れて欲しがる女じゃないのか。エレベーターの扉が閉まったら律儀に階段を駆け上がってくる幽霊か。あと B 子さんを押し倒してキスしようとしたのはそっち系の趣味のある例だったのかな？オフだ。ズビシ、帰れ、二度と来るな。タイトルに騙された。くそー。
こんなこと話していいのかわからないが、一応時効ということで。10年以上前、俺が高校1年の時に、よく連れと一緒に郊外の廃屋に忍び込んでシンナー吸ったりしてた。そこは先輩たちから譲ってもらった場所で、元ラブホだったらしくていくつかの部屋にはベッドも残ってた。もちろんそこへ行くのはいつも夜中だったから、懐中電灯を持って行って、主にロビーだった場所でだべっていた。スプリングがキシキシ言うけど、一応ソファーがあったから。だいたいそこに行く連れは4、5人だった。悪い連中には格好のスポットだったけど、俺たちの前にいた高校の先輩たちが相当無茶する人たちだったので、他の奴らは寄りつかないという最高の場所だった。その日も俺含め5人でロビーでだべってた。小雨がパラパラ降る音がし始めた時、アホの四郎が、トイレね、と言い出した。ションベンは普通外の草むらでしてたんだけど、雨が降ってきたから出たくないらしい。あのドアの奥になかったっけ？と、連れの一人がロビーの奥の扉を懐中電灯で照らした。ああ、でも水でねえぞ。と言ったが、四郎は、いいのいいの。と言って、懐中電灯持って消えていった。あったあった。と、間の抜けた声が小さく聞こえた。しかし、それから10分経っても20分経っても帰ってこない。さすがに気になって、一人が、おい、長嘘か？と言いながら、奥の扉を開けて入っていった。そしたら、ちょっとして青い顔で出てきた。おい、おらんぞしろう。おらん。おらんつーか、とにかく見てみろ。というので、全員でドアを開けた。そこは事務室のようなところだった。二部屋が繋がっていたが、トイレがないことはすぐに分かった。というより、他にどこにも出入り口はなかった。四郎が一本持って行ったので懐中電灯が2本しかなかったが、人が入れそうな場所はどこにもないのは明らかだった。その後ロッカーとか机の裏とか徹底的に探したのに、結局四郎は見つからなかった。その状況の異常さに俺たちは真っ青になって、とりあえずこのことは誰にも言わないようにしよう、ということになった。俺が言うのもなんだが、四郎の家はまともな家庭じゃなかったせいか、息子が帰ってこないというのに、捜索願いも出さなかったようだった。結局、失踪扱いされたまま、四郎は忽然と姿を消した。俺たちはもうそのラブホには行かなくなった。高校卒業した後も俺はずっとそのことが気になっていた。消え去ったことよりも、四郎がなぜ、あったあった、と言ったのか。なぜかそれが無性に怖かった。何年かして、街でたまたま当時の連れと会った。サテンで喋っていると、自然にあの事件の話になった。連れはあの後、先輩になぜあのラブホが廃屋になったのか聞かされたという。ゾクッとした。客が何人か行方不明になったからだと。どんな風に消えたのかはわからないが、それだけで十分だった。連れはそれを話した後なぜかうつむいて、氷だけになったレモンティーをストローでかき混ぜ続けた。油汗が浮かんでいたので、おい、どうした、と肩を揺すった。すると連れは、あの時の四郎が、トイレね、と言ってからの細かい流れを話し始めた。俺があの時、四郎が入った扉の一番近くにいたの覚えてるか。言われるとそうだった気がする。俺な、扉が閉じた後で、小さな声を聞いたんだけどよ。あったあった、って言ったやつやな。連れは青い顔でうなずいて続けた。あれな、四郎の声じゃなかった。数年分の鳥肌が一気に立った気がした。四郎。何があったんだろう。怖えー、鳥肌立った。あったあった、なのか？獲物が、あったあった。そんな、夜中の廃屋に、懐中電灯だけでだべってるなんて。このじとっとした感じよ。このゾワッとくる感じ、たまらんな。次に呼ばれて消えるのは五郎か。長い時間にわたっての恐怖体験なので、ちょっと書くのが難しいのですが、ある程度まとめてみました。僕の実家の近所に、M 寺というお寺があります。ここはあの有名なホニャララさんが眠っているお寺で、時々観光にやってくる人を見かけたりしました。僕が小学校4年生の夏休みの頃のことです。僕は同級生の H 君と、近所の家に住む親戚の N 君、2つ下の2年生の家でゲームをしていたのですが、話の流れで、M 寺で肝試しをやろうということになりました。
真面目に拝まないと右目が腫れるよ、などと僕から聞かされていた N 君はとても怖がり、行きたくないと言いましたが、僕と H 君は怯える N 君を見て余計に面白がり、もっと怖がらせてやろうと、N 君を M 寺へ無理やり連れ出しました。寺内の墓地を歩いていくと、墓地には不似合いな赤い鳥居があり、そこからさらに鳥居をくぐって、ぐるりと回った最奥部にホニャララさんの墓があります。墓地の細い通路は少し迷路のような感じがして、肝試しには最適な場所だと思うのですが、辺りはまだ明るく観光客の姿もちらほろ見えたため、N 君を除いた僕たちは、全くの拍子抜けという感じでした。とりあえずホニャララさんのお墓には到着したものの、なんとなくしらけてしまい、おのおの早々に帰宅。ちょうど雨が降り始めていました。その日の夕飯後のことです。自分の部屋に戻りテレビを見ていると、窓を叩く音が聞こえました。窓を開けると、そこには N 君が傘もささずに立っています。N 君は、ホニャララさんにリュック置いてきちゃった。と、今にも消え入りそうな声で告げると、ボロボロと泣き出してしまいました。リュックとは、N 君がどこに行くにも持ち歩いていた、巾着袋のことです。僕は、N 君がお母さんの作ってくれたそのイニシャル入りの巾着を、とても大事にしていたことを知っていたので、かわいそうになり、一緒に取りに行ってあげると言いました。今考えれば、翌日明るくなってから行くべきだったのですが、当時はそこまで頭が回りません。もちろん、年下の N 君の前でカッコつけたかった、というのもありましたが。僕は物置から、懐中電灯と二人分のレインコートを取り出すと、親には、コンビニに行ってくる、と言って、M 寺へと向かいました。M 寺に到着してすぐ、僕は後悔しました。暗闇が M 寺の風景を一変させていたのです。今更ながら、夜中は無意識に妙葉寺を視界に入れないようにしていた自分に気がつきます。入り口門の前で一歩が踏み出せない。そんな僕に、N 君が意外な言葉をかけてきました。怖くないよ。おいでよ。僕はさっきまで大泣きしていた N 君の変わりようにまず驚き、次に恐怖心を見抜かれたことを恥じ、最後に怒りがこみ上げてきました。何言ってんだよ。お前のために一緒に来てやったんだぞ。僕は N 君を振り払い、墓地の中へと歩を進めました。駆け足で N 君を置いていくように。昼間に一度通った道なので、ホニャララさんには迷うことなく着きました。ただ肝心の巾着が見つかりません。次第に激しくなっていく雨に、レインコートの中はびちゃびちゃです。いい加減に諦めて帰ろう。その時、辺り一面に今まで嗅いだことのないような不思議な匂いが立ち込めました。甘くて息が詰まるような匂い。ぐっぷ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 ぐぐ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 っぷ。突然の奇声に驚いて横を見ると、N 君が激しく嘔吐を繰り返しています。僕は動揺しながらも、N 君を解放するために近づきました。N 君の目の瞳孔が、焼かれた魚のように収縮しています。あまりの恐ろしさに、僕はその場から逃げ出すことしかできませんでした。それでも、すぐに大人に助けを求めればよかったのですが、僕は家に戻ると布団の中でガクガク震えているばかりで、やがてそのまま眠りについてしまいました。翌日、N 君は何事もなかったかのような顔で家にいました。ああ、一人で帰れたんだな。子供というのは都合よく解釈するものです。僕が昨日のことを謝ると、N 君は、カズちゃん、僕の首を引っ張って家まで運んでくれたじゃない。と言いました。無意識のうちに手を引っ張っていたのか。混乱しながらも罪悪感が消えていきます。夏休みの最終日、N 君は仕事先で腕を骨折してしまいました。もともと可愛らしい顔をしていた N 君は、某芸能事務所に所属する子役さんでもあったのです。僕と H 君は、ホニャララさんの呪いじゃねえの?と、ギプス姿の N 君を見かけるたびにからかったものです。それから5年の月日が経ちました。中学3年の夏休み最終日、陸上部に所属する僕は、学校で後輩の指導に当たってました。弁当を食べ終わり、ちょうどスタートの練習をしていた時のことです。複数の後輩が、変な声が聞こえた。と騒ぎ出しました。という声が、かすかにしたというのです。中でも女子がひどく気味悪がったため、スタートの練習で緊張感がピークになっていた僕たちも規制をそがれて、だれた雰囲気になってしまいました。それから練習に身も入らずにいたところ、突如夕立が降り始め、今度は本当に練習どころではなくなってしまいました。
そのことを告げに職員室へ入ると、なぜか顧問の先生が机に手をついて泣いています。先生は僕の存在に気づくと、N 階への2階から落ちてなくなった。と言いました。どうして？頭が真っ白になった僕は、反射的に自殺ですか？と尋ねました。詳しいことがわかるまでそんなこと言うな。N がかわいそうだ。先生は椅子に腰を下ろし、黙り込んでしまいました。校庭に戻った僕は、N 君のことは話さずに後輩たちを解散させました。家路に着く途中、N 君の家の前には、数人の警察関係者と見られる人が集まっていました。視線を下げると N 君の血痕が見えました。暗鬱たる気分です。僕はそれを見ないようにと上を見上げました。N 君の家に2階はありません。僕の親が事故？当時のことを、食事の支度をしながら聞いていました。第一発見者は仕事から帰宅した N 君の父親で、なんでこんなところにいるんだよ、と叫ぶ声が聞こえて、それからしばらくして救急車が到着したということです。その翌日自宅で通夜が行われ、そこには1年生のほとんどが出席していました。誰もが悲しんでいる様子は、生前の N 君が学校で慕われていたことを物語っています。後輩によると、N 君は頭が良く人望もある、いわゆるクラスの人気者だったということです。夏休み明けの学校では、あの日奇妙な声を聞いた陸上部の生徒を中心に、N 君の死に関する様々な噂が立ちました。誰も死んだ理由がわからないのですから当然です。換気扇を突き破って道路に飛び出した。N 君はガムテープで口と鼻を塞いでいた。そしてそのどれもに共通するのが、死の直前に発狂して死んだということでした。あまりに不気味な噂話に、とうとう先生が噂の禁止令を出すほどでした。N 君の葬儀は、都内の近代的な建物で行われました。参列者は、子供が亡くなったにしては多かったと思います。芸能事務所の先輩なのか、ある名脇役の方から花が届いていました。葬儀、告別式が終了し、併設された火葬場へ向かう出棺の際、棺の蓋を開けて N 君の顔を見る機会がありました。発狂して死んだというフレーズが頭から離れず、申し訳ない気持ちながら薄めで見たのですが、N 君の顔は綺麗でした。火葬場の巨大な煙突から、もうもうと煙が吐き出されました。今、N 君が焼かれているのか、子供の時から一緒に遊んでいた親友が、嫌な気分から逃れようと、待合室へ戻ろうとした時です。辺り一面に、今までに一度だけ嗅いだことのあるような、不思議な匂いが立ち込めました。甘くて息が詰まるような匂い。フラッシュバックのように5年前の記憶が蘇りました。N 君は、自分の焼かれる匂いを嗅いで吐いていたんだ。2年前、すでに一人暮らしを始めていた僕は、N 君の家族が引っ越すというので、荷物の運搬などを手伝うため久しぶりに N 君の家に行きました。昔ながらの日本家屋である N 君の家は、至る所で老朽化が進んでおり、かねてより安全面に不安があったということです。当時は憔悴しきっていたご両親も、元気を取り戻されつつあるのか、N 君のお母さんは明るく出迎えてくれました。よかった。心からそう思います。かつて見慣れた N 君の家は、さすがに時の流れを感じさせつつも、N 君の部屋だけは当時のままでした。本棚いっぱいのバスケットボール雑誌、当時流行ったエアマックス、箱に入ったスーパーファミコン、筆入れ代わりにしていたおもちゃの缶詰。ふと、押し入れの方から、冷たい風が吹いているような気がしました。古い家だから穴でも開いているのかな？押し入れを開けてみたものの、暗くて穴らしきものは何も見えません。ちょうど押し入れの手前側に懐中電灯があったので、それを使って奥の方を照らしてみました。ネズミの死体のようなものが見えます。僕はティッシュを重ねてそれを手に取りました。N 君がなくした巾着袋がそこにはありました。かすかに甘い匂いがします。おい、せっかくぼかしてんのに、途中で妙用事て言うてもうとるがな。さっくりバレとる。思わず画面に突っ込み入れてもたやんけ。面白かったよ。え？これで終わりなの？寺の中に鳥居？あるところにはある。神仏混交は結構残っているんだよ。N 君がかわいそうでならない。嫌がってるのに無理やり寺に連れられ、寺でゆっくり取りに行っておかしくなり、最後はたたられたのか知らんけど変死。人気もあったというからとてもお人よしだったんだろうね。悪人はノウノウと生き続け、善人は死んでしまう。この話本当に怖いし不思議すぎる。
右目が腫れるホニャララさんといえば、ねえ。お岩さん。2年前の話。今もいるところなんですが、木造の小さいアパートの2階に住んでいて、部屋は8畳一間で、中から見て玄関の左にトイレ、右に台所がある、よくあるタイプの貧乏畳部屋。その日はとても暑く、真っ昼間からバイトも辞めて部屋でまたありしていたら、玄関の方から、〇〇さん、と小さな女の声がした。また宗教か、って思いながら、はーいってだるそうに振り返って玄関を見ると、台所のすぐ上の小窓からこっちを見てる、痩せた年配の女がいた。そこから覗かないでもらえます？今玄関開け。うるさいので。俺が喋ってる最中に割ってうるさいと言われ、半分体を起こした状態で少し驚いて固まってしまった。下の吉野ですが、床がきしむ音がうるさいので、静かに歩いてください。そう言うとこっちの返答も聞かずに、さっさと下へ降りていった。もちろん小腹は立ったが、同時に少し違和感を感じてた。そこで気になったことが二つ。俺は神経質で、部屋の中を歩くときは隣人に気を使い、常につま先歩き。下に音なんてまず聞こえっこないこと。もう一つが、下に人は住んでいないこと。何はともあれ、怒りを抑えるために床を一蹴りかまし、その日はのんびり家で過ごした。そして翌日、あまりの暑さに目が覚めた。とりあえずテレビをつけた。〇〇さん。あの声だ。見ると小窓から、首から上だけを覗かせた吉野がいた。落ち武者の生首を思わせる、目覚めには最悪の絵面だった。音がうるさいので小さくしてください。音？体をゆっくり起こすと、またすぐさま消えた。テレビの音がうるさい？疑問に思った。テレビをつけてたった1、2分。しかも深夜にテレビを見てたために、ボリュームは限りなく小さい。すると、どこからか音が聞こえる。うちじゃない。隣かと思ったが違う。外に出てみると、下からテレビの大音量が聞こえる。吉野の部屋からだった。え？すいません。こっちこそうるさいんですが。出てこない。自分でうるさくして、なぜ俺が？もうなんだかわけわからんかった。部屋に戻り、頭を抱えて悩みながら、また知らずのうちに寝てしまった。うるさい。ビクッと俺は飛び起きた。呆然としてる中、下へ降りる鉄階段のガンガンした音が響いてる。何が起きたのか理解もできず、ふと時計を見ると夜中の1時。なんだよ今の音は？時間が経つにつれ、昼間のあの声だと理解した。あのドキュンいい加減にしろよ。A 型の俺は、朝まで待って下の部屋に行った。そこでまず外側に回ってみたら、洗濯物が干してあった。いつの間にか人が入ってたんだな。と、疑問を一つ解決できた。雨ざん降りにもかかわらず、洗濯物を干しているのは少し気になったが。すいません吉野さん。上の〇〇ですけど。いるんだろうが。反応がない。鍵も閉まってる。とりあえず雨もチパチパ飛んでくるし周りにも迷惑なので、撤退することにした。そして雨がざんざん降る中、昨日とほぼ同時刻。何かが木製のドアにぶつかった音と、急いで降りる階段の音。まさかと思い、速攻で玄関に走った。誰もいない。ただ、ドアに濡れた紙切れが貼ってあるだけだった。鉛筆で書いた汚い走り書きの文字で。うるさい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 死ね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 。あら失礼な。そらもうブチギレですよ。おらー、出てこいよ。直で言えよおめえはよ。その瞬間ドアが勢いよく開き、中から中年の男が飛び出すなり、俺に叫びながら襲いかかってきた。お前がー、うるさいからー。俺は肩をつかまれ、後ろにあったチャリンコに激しく押し付けられた。すると周りの住人がやっと出てきて、この中年ドキュンを取り押さえた。都合よく警察も登場し、ドラマさながらに雨の中ドキュンは消えていった。俺も事情聴取で消えてった。隣人の姉ちゃんが通報したらしい。翌日、不動産が俺の部屋をチェックしに来た。下の部屋に漏れる音を調べに来たらしい。
やっぱり音に問題ないな。やっぱって？っていうか、あの下のやつはどうしちゃったんですかね？ああ、こっちにも10分に1回は苦情があって、大変だったよ。え？なんで連絡くれなかったんすか？なんかね、物が壊れるぐらいの騒音で眠れないって、ありえないでしょ？でも、連絡ぐらい入れるべきだったね。ごめんね。そういえば、ばあさんは一緒に署に行ってるんですか？てかあれ母親？母親？まるまるさんは一人だよ。茨城から単身で出てきたみたいね。ゾクッとした。いや、てか下の人、吉野って人ですよね。いや、まるまるさんだけど、なんで？ぐわっと全身に鳥肌が立ち、耳鳴りがした。この後、もちろん王道の賃貸前歴を聞いたが、仲のいい知人からの紹介でもあったし、それはないということでした。以上、長々失礼でした。あんまり怖くなくてすまん。ただ、名前を聞いた時本当にきつかった。あれ以来小窓は閉めたまま。でも、あんなはっきりくっきり見えるものなのか？では。こわぁ。おつ、こわぁ。誰、何なんだおばはん。っていうかあの玄関脇の小窓って嫌だよね。自分の場合は本物の人間が相手の話だけど、風呂から出た直後に誰か来てピンポン鳴らされたけど、こっちは真っ端だったから許してたら、小窓を少し開ける音がして、どうやら室内を見てたみたいだった。覗かれた。隠れてた俺は窓が閉まる音がした後速攻でドア穴覗いたんだけど、どうも郵便屋だったらしい。格子がはまってるし小さい窓だから平気だと思って鍵開けっぱなしの自分も悪いけど、普通覗くか？不在票が入ってたから本局に行って郵便物受け取った後、苦情つけたけど、みんなも気をつけれー。意味不な上に迷惑な幽霊？だな。吉野。下のおっさんもおかしいけど。吉野の仕業じゃない？いや、幽霊でよかったじゃん。集団生活からなる騒音だとかのいざこざは生きてる相手の方が面倒だよ。下のおっさんが吉だから大事にならないように教えてくれていたのか、はたまた吉野のせいでおっさんが狂ったのか。なんでそんなところに2年経ってもまだ住んでんの。10分に1回不動産屋に苦情入れるような吉がい親父、下手すや逆恨みで殺しに来るかもよ。よっぽど俺さんの部屋からすごい物音がしたのでは？幽霊の仕業で。ドキュンもそれでのイローゼ気味になってしまったのでは。上の階と下の階の人をからかって遊んでる幽霊吉野さんだったりして。下の階の吉野さんが上の階の人に下がうるさいのですと文句を言ってるのだな。投稿者が見える人だから苦情を言いに来たと。あら失礼な。に増えた。今度使おう。 A 型のお前さん、熱いだろうがいい加減に小窓を閉めておくんなまし。生首がけうといですわい。小腹ってすくだけじゃなくて立つこともあるんだな。でも、あんなはっきりくっきり見えるものなのか？では。別に死んでる人でも透けて見えるとか頭に弓矢刺さってるとか、腹に刀刺さってて調子引きずってるとか、見た瞬間、あ、この人生きてないってわかるとかそんなんばっかりじゃないんだよ。そんな生々しい死んだ人なんてめったにお目にかかれないよ。自分が見てるのなんて区別全くつかない方たちばっかりだ。狭い歩道ですれ違う時に道譲ってくれた人に会釈したら、一緒にいた連れに何やってんの？って聞かれて、道譲ってくれた人にお礼したんだけどって言ったら、すれ違ったやつなんて誰もいなかったぞって言われるとか。目は覚めましたか？朝の準備をして、仕事や遊びに取り掛かりましょう。では、またねー。